高杉焙煎、南原焙煎、行くぜ。おお、チェンソーセット、レッツゴーオン。バイバイ。ということで本日もやってまいりました古原製作 TV よーよーみんなこんにちは。はい、もうね皆さんね分かるとは思うんですけれどもコラボ会でございます。はい、今日はですねグリーン2の、高杉慎吾役の太田直人さん、そしてですねブルース3南原龍太役の大須賀篤人さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくです。よろしくです。はい、ということなんですけれども、まずは、はい、バイオマ40周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。長いね。早いね。早いというか、もう生まれてもないから早いもないもない。そうだよね。そうだから結構今ファンの人がもうみんな40代後半とかね。あ、そうですよね。昔じゃ考えられない、まさかそんなにね月日経ったのかなみたいなね。どうだ実感としては。いや、ないっすよ。ない。気持ちはだっていまだにまだ20、まあ20代とは言わないけど30代とは言わないけど。いや、ほんとほんと。いや、でも正直そんな変わんないですからね。いやいやいや、よく言うよね。変わりますか実際。最近やっぱりね、あの骨が、はい、骨が、骨がね骨が。あの時でもお二人バンバンアクションやられてたじゃないですか。いや、そうだからあの時ってのは結構今のきっと撮り方と違って、あ、ナパームはあるわ、何はあるわで、はい、今ではほとんど合成みたいなね、まあ、そういうのないからね。結構合成も多いですし、まあ、ナパームやる時はやるんですけれども、うん、多分当時の方がすごかったと思います、正直。確かに。はい、でましてや、ほら彼なんかジャックだから、ね、そうですよね、スタントはすごいじゃない。で、いや、そういうのもすごく私とかね、に振られるとね、はい、いやみたいなね。なんか大塚さんのやつはブラックホールの爆弾に吸い込まれる回でめちゃめちゃうおーって木に何回も登ったりとか、建物からこの竹の笹のところにこうやってね吹き飛ばされるみたいなとか。あれってあれだよ、縄跳びでしょ。違う、縄跳び。違う違う違う、丸一日もう朝から最後まで吊られっぱなし。いや、ワイヤーでだと思います。はい、壁をスライダーでこう降りていくんだけど、 あれ普通はこうやってあのレンジャーがやるみたいにやるんだけど、はいはいはい、あの時強風が吹いてて固定にしようっつって、はい、ここでもう材料固定してで上でこうやって落ちていくんだ。ロープをね緩めんの。なるほど。それに合わせて壁蹴って降りる。めっちゃ怖いっすね。いや、怖い怖い怖い。めっちゃ怖いですね。要は自分のタイミングじゃないんだ。そうだから、壁がこうやって緩んだらあっと降りるんで、それに合わせて自分が降りてる風にしなきゃいけないんですよね。そう、うわ、きつ。で、あの屋上のちょうどこの角、角にあの段ボール引いて、それで垂らしてるわけね。はい。で、ずっととにかく吊られっぱなし。はい。股間はハーネスつけてて、もう股間は食い込む。足しびれる。あるあるですね。もうね、なんでこんな思いしなきゃいけないのと思って、アクション監督の山岡さんが、あのスパイダーマンできるかって、くるっと逆さまに。あ、やってましたね。あれ窓をね見て、うん、あれ本当に外でやってるからね。いや慎吾に関してはなんかめちゃめちゃ怒られたりとか、なんかちょっとお調子者な面とかもあったりとかして。結構違うよねそれね。いや俺がほらサブリーダーだったから、あ、やっぱりほらねレッドをねこうサポートしたり、こうみんなをねこうね見なきゃいけないっていうところで、はい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 、でもそうだね、うん、いや割とそう、結構おっちょこちょいな面で、自分でおっちょこちょいって言ったりとかしてて、間違えて、人間を撃ち殺してしまったかもしれないみたいな、一回メンタルがただやられする時とか殺人者グリーンで、そう、俺のあれバイオスコープってやったのに、あれ俺が見えてたやつはもしかして違うんじゃないかでも本物のその人間を探し出せば、なんかそうか俺が倒したらメカ人間だったみたいな回があったじゃないですか。そうだよ、自分の能力に不安を持っちゃうんだよ。そうでもグリーン編って結構メンタル的なもん多かったですよ。昔さ怪我して、はい、あの高校時代ね野球やって怪我してとか ねやめて、それで千本ノックを受けに行くんだけど、お前よく来れたなって言われるんですよねお前みたいなやつがよく来れたら、本当にね俺たちのこと思ってんだったら来れねえだろって言われるんだけど
その後野球場にレッドがこうやって現れて千本ノックやったりとかして、最初は誰か見えてる影でだけど、本当にその後監督が来てやっぱ見捨てられないですよ、グリーツーと。結構みんなの話もそうだけど、結構この人情的な、うん、その語りのさ、ドラマが多かったよね。いやめっちゃだからなんか泣けるシーンとかも結構多かったですし、バイオマンにそのナラに当たって当時って結構ジャックの方が多かったりとかすると思うんですけども、そうあの当時って私らは、うん、私とレッドとピンクは、はい、まあ、役者のそのなんて言うんだろう、あの畑から来てるんですよ、はい、で、はい、要はイエローとグリーン、あブルーが、はい、ジャックさんでしょ、はい、アクション担当で、そうですね、でそういうのでやっぱり来てるから、すごいうちらからするとちょっと入りづらいのあったけど、その現場にね、はいはい、やっぱもう出来上がってるというか、そもそもアクションができる人がそこにいたりとか、そうだからそういうのあったし、ただあのきっと今は違うんでしょうけど、その当時は本当こうなんて言うんだろう、大須賀さんにしろ、はい、そのね、イエローにしろ、はい、やっぱりこう愛だがあったよね。ああなるほどね、やっぱちょっと距離感というか、うん、当時やっぱあった。大須賀さん的にはどうだったんですか。もっと感じてるでしょ。結局役者として来てなかったから、はい、あうん、だからもうそういう部分で、はい、もう先輩として、ああなるほど、うん、役者の先輩としてもう学ぶべき、吸収するっていう方が強かったからえだってそれこそシャリバンの渡さんもここに来てましたよね、はいはい、来てました、はい、うん、僕それまでシャリバンの現場にいたんですよ。え、そうなんですか。そうなんです、ずっとシャリバン、え、ダイノーマも行きましたけど、そうか、バイオマンの1個前にシャリバン行ってるんですもんね、はい、そうか、そう、それで、渡さんの吹き替えとか、はい、やってたんですか。やりました。イガ伝の、そう、イガ伝ので遠目の、はい、鍋さんがけ例えば足首、はい、捻挫したしてちょっとハードなことはっていう時に衣装着て、はいはい、窓から飛び降りるとか。うわ、そう、じゃあイガ伝もやってたんですね。だから当時のシャリバンの監督で小笠原監督っていたんですけど、はい、その監督がセコ伝、セコ伝ってセコ伝なんですか、呼ばれてた。なんでセコ伝なんですか。セカンド伝っていう、あーなー、セカンドの、それでセコ伝、セコ伝ってずっと、はいはい、呼ばれてて、面白い。もっといいやだろ、それ食べたいな。でもセカンドだったんですね。だからもうほぼじゃあ吹き替えになったら、でも基本的にジャックだから、はい、もう鍋さんが全部あそこ本人がやるから。僕たちみたいに全員オーディションっていうわけではなくて、役者畑とジャックの畑からっていう、またなんかちょっと違いますよね、そういった。だから私そこ行った時に、まあ、5人のうちのほら、ね、5人が主役じゃないですか、はい、主役なんだけどやっぱこの3人はちょっとやっぱり一種独特の雰囲気っていうのは感じたし、で結局ほらその時若かったから、はい、みんなその時代って今じゃありえないけど尖ってたんですよ、役者が。よく聞きます。よく聞きます。ましてや、まあ手前見せたかもしれないけど、自分オーディションなかったんですよ。え？前のそのドラマの、はい、NHK のドラマのその時に鈴木プロデューサーが会いたいっつって話があって、はい、でそのドラマがやってる時の私東映に、はい、本当普通にこういう会話ですよ、はい、だけして、はい、あ、ありがとうございますってしたら、何だったの今日社長って言ったら、はい、いや、なんか大谷会いたいって言うからって来て、で、したら決まったみたいな。マジですか。結局あの年って、はい、今もそうかもしれないけど NHK ってすごいインパクトあるんですよ、はい、レギュラーって。あー確かにそうですよね。それでちょうど私その NHK でレギュラーやってたんで、はい、でそれでピックアップされて、で蓋開けたらレッドだと思ったらグリーンなんですよ。どうなの、どうなのこれ。なるほど。そう、現場の時はほとんど、はい、行き合っていうかコミュニケーションなかったんですよ、本当実際に。そうだ、なかったの時は。結構2人で動いてることめちゃくちゃ多かったじゃないですか。だから結局それはハッピーエンドのシーンって、はい、台本にはこうトカゲで書いてあるんだけど、はい、そこでじゃあ俺はどうしようかなって、ちょっとそこでプラスアルファ、はい、2枚目半音のちょっと高すぎ出したいって言うんで、はい、で一回俺大須賀さんに、はい、言ったことあるんですよ、ちょっとこうやって絡もうよって。それがきっかけで結構絡んでるし、大須賀さんも最後、ああなるほど、結構絡んでる。そうそうそう、うん、
あれ最初台本とかに一切なかったんで、はい、他の人の話だとあそこしか目指すとこないんですよ、はい、どのシーンもそうだでしょうけどそうじゃないですか。いやなんか何編とか言ってた女の子にちょっかいかけて、そう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 、順にちょっかいかけて後ろから追いかけられるとかはもうめっちゃ、あれも台本にはなかったです。あんなかった、そうそ う, そう全部ないアドリブで、ね、そうなんですね。で避けられてこっちにガンつくまで痛えなーってもうアドリブ、はいはい、だから結構そういうのじゃね遊ばしてもらったし楽しくねやらせてもらって、いやーよかったですけれどもね、うん、でもお二人はなんかすごい仲いいイメージ、だ僕がもう会った時からなんかやっぱお二人結構よく一緒にいらっしゃること多かったので、うん、ああでもそうだね、あの再会してからだよね、再会してから、ああで再会した時も彼はやっぱりその前のイメージがあったかもしれないけど、はい、3人で飲もうってなった時に、はい、レッドが坂本さんが来れなくて、はい、でじゃあもう飲まないんだなと思ったらしいね。でも俺は彼に用があったから、はいはい、で結局そこからですよ、うん、なるほど、あのコミュニケーションというかそのつながりが前よ以上に、はい、そうあの深く28年ぶりだからね、あ再会が、あじゃあでそれまではちょっと会ってなかった、会ってないし全然私だけ出てなかったですから、出てないというかその表に、あそっか、表みんな探してたみたいで、それは知ってたんですけど今ほら SNS の時代だから、はいはい、だからこれめちゃくちゃ皆さん貴重な映像なんですよ要はだってお二人がこうやって揃ってるとこ見たことないでしょ最近、そうだからこれすごいですよ、それこそイベントとかではね、うん、あの海外のイベントとかは、ね、行かれたりとかしてますけど、だから本当ね、うん、これは、はい、あのこのツーショットはプライベートなんで、はい、まずない、なるほど、いやだから初出しです、嬉しいです本当に、いや今日初出しいっぱいありますよ本当ね、だからねさっきセリフを言いながら変身してって僕は言って、めちゃぶりでしょ、めちゃぶりそうとかもそうでしたし本当にありがとうございます、いやいやでもね40年ぶりだよねあんなのね、いや40年ぶりだよ、マジでそんなセリフをここで言わせるなんて思わなかった、ちゃんとメモってたんで、あでもやっぱ嬉しい、そういう風に考えてくれてやってくれてたんだなと思って、私はこれ YouTube って初めてなんですよ、えーマジっすか、うん、嬉しい、もうバージンですから、マジっすか、いやありがとうございます、プライベートで何度かお会いしてたから、はい、でじゃあそういう機会があったなって話してたじゃないですか、はいはい、だからもう何の迷いもない、やもうそうなんですよ、本当にお二人がそれこそキサントに新年会でね、はい、やってたじゃないですか、お会いして、うん、ですごいヒーローがもう勢ぞろいした、ね、あの新年会みたいなのがあった時とか、一番のヒーローじゃないですか、いやいやそんなことないですよ、もう本当紡いでいただいた本当にいやー、はい、そんなことないのは、いやもうやっぱりねうちらはもうレジェンドって言われてるより、いやもうレジェンドですよ本当に、ごめん、いやまだ死んでないからいやいや死んだら、ね、俺思うけどね、ロートルでいいんだ、ロートルで、いやいやいやもうめちゃめちゃだからこれに関してはレジェンドコラボで行かせていただきます、よろしくお願いします。大塚さんの方はオーディション あったんですね、そうそう、でそれこそジャックのメンバーの中でのオーディションってことですか、じゃない、え普通に ブルー選定のオーディション、それはねブルーだって言われたの、うん、ブルーってもう最初からブルーを中心に、うん、ブルーのオーディションだったんですか、そうってことは、その時レッドもグリーンも来ましたもんな、いや多分決まってたんじゃないのかな、レッドはでもオーディションですか、オーディションあるから、はい、行ってくれって言われて、どうですか、うん、最初決まった時の正直な感想って、いやいやいや だってもう受けたメンバーが、はい、あのうちの事務所から受けたのが、はい、当時土屋あゆみっていう、はい、江原慎二郎も大御所の、はい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 、時代が違いすぎて、はいはい、昔のホワイト&ホワイトの歯磨きの CM、家族で出てた、結構精悍な感じの人、だからアクションするっていうより、はい、ちょっとお坊ちゃん感じだよね、はい、そうちょっと日本人離れした、はい、顔の、まあきっとだから俺が来ましたらそういう時にダブったから外れたんだね、ああなるほど、当時ちょうどあの業界がさ七光、あそうだ、2世の方、うん、そういう時代もあったんで、あもうこれ歩みが出てくるんだったらじゃあ俺なんだよ普通にかませだよと思って、あもう全然そんな思ってもいなかった、バイオマンはなんだろう見ててちょっと怖かったっていうのちょっとありました、ね、子供心にね、はい、逆にね思いましたね、うん、今の時代の戦隊と当時のいわゆる戦隊って、うん、私は逆にその決まった時にどんな感じをやるんだろうって、まあ、ダイナマンをちょっとね、はい、拝見して、あこんな感じの本当子供番組なんだなと思って、はい、でバイオマン入った時に結構でもリアルな、はい、もっと大人っぽいような話だったから結局私は怖さというより、うん、なんか興味のがあったかな、なるほど、きっとあれ子供が見てたらやっぱ今言ったように
怖いんでしょうね。いや結構怖いというか、なんか人が人怖ですよ、だからなどっちかっていうと、そうそう、人が怖い。そう、ドクターマンが本当に悪に徹してて、だけどそのドクターマンも実は人間の心を持ったりとかしてて、要はそのね、ブルース・リーが活躍するそのプリンスの会とかでちょっと人間味が見えてくるみたいな。しかも結構割と20話だったから、確かあれ結構早いんですよ、あれが出てくるのが。でもどうですか、そのブルース・リーやってて。その前に一応そういう子供番組の現場でこう流れを見てて、シャリバンですよね、シャリバンもそうだし、ダイナマンもそうなんですか、やってたし、尻尾兵で出てたし、へえ、うん、で、うん、流れ的に見てて、うちらのそのストーリーっていうのはちょっと年齢層が高いのかなっていう、うん、そう、私思ったのはあの時ってあのヒーローモデルのね、はい、あともう一個仮面ライダーしたじゃないですか、はい、で仮面ライダーのドラマは結構大人っぽいんですよ。あ、そうですね、でも子供番組 の5人の方って本当子供 の、うん、あの小学校低学年、はい、でもうちらの前になってから別にもう変な話肩並べちゃったみたいな、うん、でちょうどうちらの時ってライダーなかったもんね。ライダーないない、ちょうど空いてる期間だから、だからその時にそれも加味されてんのかなっていうふうに後で私思ったんだけ ど、 なるほど、乗ってないんですよライダーは、その時は。そうそうそう、ちょうど空いてる期間、そう空いてる期間ってシャイダーだったから、あ、シャイダー、マシンマンと、マシンマン、シャイダー、バイオマンが、はい、はい、メタルヒーローの時代ですね。各そのメンバーのそれぞれ その印象ってどうでした？その前に、あ、何このシリーズから女の子2人なんだと思って、それまで1人だったんですよ。そうですよね、バイオマンで、そうなんですよ、そこからが走りだと思うんですよ。そうね、そうだ、私その時にイエローは前までほら、うちらの時代でいうとゴレンジャーで、はい、ね、結構男の人だったんで、そうです、黄色で、でもイエローとピンクじゃないですか、はい、で男3人じゃないですか、はい、これ6人目にまたなんか出てくるんだっていうニュアンスがあったんですよ。男3人しかいないんですよ、うん、そうですね、4人になってなるのかなと思ったらそうだね、うん、なんなかったじゃないですか。じゃ結局それがやっぱりインパクトあったのと、はい、あとやっぱりジャックから来てるやっぱアクション動ける人が2人いるんだっていうのはありました。はい、いやでもそれすごいプレッシャーだと思うな、うん。俺たちの時代にもし2人でいたりとかしたら、俺レッドなのに俺より動ける人めっちゃおるやんみたいな多分思っちゃいますか。だからその後ってあのいない人いるシリーズあるもんね。ああ。そう。ほら。あれじゃない？もちづき。あ、ユタ。はいはいはい。あの10レンジャーのレッドですね。うん、彼が最後ぐらいじゃないの？ジャックで。あとはみんな普通の役者ですもんね。いやもう割と俳優だと思います、ね。でもこれ一個聞きたいんですけど、大須賀さんは要はもともと中に入ったりとかしてた側の方じゃないですか。ってことはブルース・リーの中も自分でやられてたんですか？いやいや、厳密に言うと あれ契約だから。あ、そうなんですか。そうだから表と中、はい、これ分かれてるのね、そう契約が。なるほど。でそれは、はい、うん、仮面ライダー、あー、藤岡さんが事故で、あ、2号が出てきた、うん、あの時から、そう、藤岡さんが怪我しちゃって、あの人全部自分で聞きましたそうやばいですよね。そうだからそっからあの事故で分けようってことになったらしくて。なるほど。じゃあ、うん、ブルース・リーの中に入ったことはほぼないんですか？何度かは入ってみろって言われて入ってるんだけ ど、はいはい、うん、とてもじゃないけどうちらのあの面が見えない、はい、あ、そうなんですか。見えない。正面を向くと、はい、もう下斜め45度しか見えない。もうだって割と上にも黒い部分あるじゃないですか。あ、もうここの隙間だけそうなんですか。見えない。だからトランプリン踏むのもこうやって見ないと。そうなんですか。うわ、怖っ。で芝居もほんと先輩たちよくやってるなと思ったのがちゃんと正面向いてやってるから、まあ、これもう見えてないから。見えてないですよ、感覚なんだもん。ほんとに見えない。えこれで立ち回りやってんだと思って、やっぱ先輩すごいなと思って。すごいっすね。僕のなんて逆三角なんですけど、全くこれで見えてますからね。ちゃんと。見えなかったよねみんなね。こんな面なんだって かぶって初めて。いやだって多分みんなバイオマンの面見たらわかると思うけど、結構見えそうな感じありますよね。そうそう、ここにこう。ね、すごい黒いから。うん。なんでそこを、あ、そうか、いろんなメカの部分を見せるかために
って言ったらどうなのかね、まあ、どうなのかな。聞いたんだけど、その時にあの俺の中入ってたケモシさん、はい、見えないじゃない、うん、でやっぱりそのテストの時とか 目外して立ち回りやるじゃない、はいはい、あれの感覚でもうつけて自分の中でイメトレじゃないけど動いてると言ってた。心眼でやってるだろ。そうだから、そういう風にここでこんな何歩行ったらこうやってここでじゃあバク転してとか、うわ、そういう風にやってたって、うん、いや全然違います。俺たちの時代と違います。俺たちの時代見てるの見えますから、ちゃんと見えない見えない見えない、本当に見えない。そういや冗談抜きで、これブルース・リーって名前が皆さんねちょっとやっぱ聞き覚えあると思うんですけれども、そもそもバイオマンってこのブルース・リーっていう名前をつけるがために、なんか一番最初に決まったのはブルース・リーって聞いたことあるんですけど、これ本当ですか？いやー俺それ聞いたことないんだよね。だから結局、はい、後出しじゃんけんかもしれないけど、何を言いたいか分かるんですよブルース・リーってね、はい、そうだから結局ソロでやっぱインパクトはやっぱりあるからね、ありますよね、うん、だって数字つけちゃったらブルース・リーになっちゃうでしょ、3番目。そもそもブルーって大体2番なんですよ。赤、青、黄色。ああ、そうか。なのに、でグリーンだって5番だから。あ、ゴレンジャーのね。そうです。だから、そこを無理くり、だからブルース・リーってつけたのは、もうブルース・リーをやるって決めてつけたのかみたいな。だったらさ、うち君とあのブルース・リーの動きを多少ないと思うんだけど、取り入れて、カンフーみたいな。言われない？そういうのは言われたってない。一切ない。ないないない。あ、そうなんですか。全くない。だからほらちょうどブルース・リーの世代だから、はい、そうだよね。だからこの名乗りの時、はい、ブルース・リーって、はい、あの時にワンテンポ置いて言ってたよね、うん、そうブルース・リーって言ってた、そうですね、うん、確かにブルース・リーって言わないよ、流さなかったから、うん、そうそう、グリーン2はグリーン2って言ってましたけど、うん、言いづらかったもんすごいな、2が言いづらかっためちゃめちゃ言ってましたけどね、うん、2っていうのはすげえ言いづらかったグリーンはいいんだけど、その2っていうのが、なるほど、うん、俺一番ね、オーストラリアのね、印象になるの俺ね、はい、あのダムのとこでね、メカクローンをね、ドリルとか作って解体するシーンがすっげえ覚えてる。2人でやったじゃん。あれね、2人で、うん、結構残酷なシーンなんですけど。いや、あれがすごい印象ある。うん、あれが結構、そう、見てて、もう結構残酷でしたもん。本当に、動いてる人がただの機械兵になるわけですから。うん、そう、めちゃめちゃ、あれがインパクトじゃあ蹴ったり殴ったりいらないじゃんって。そういや、そう、でもそれで言ったら、そのブルース・リーがさっき言った大泥棒編なんですけれども、要は自分が相手のクローンに逆にスパイするわけですよ。自分がクローンっていうことにして行って、そしたらパラカぶん殴られた時に間違えて、はい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 、痛いって言っちゃうんですよ。えっ、あ、知ってる、それ覚えてる覚えてる。そう、うん、だからあ、そういう設定とかもすごい面白かったですよね。なんかやっぱ正直なんだろう、一番なんだろう、伝説に残るお話でもあるわけじゃないですか。イエロー4が急にね、あの一生変身を解かないところから、やっぱ子供ながらにんって思う部分はやっぱあると思うんですよね。でそこでみんなでお葬式して、ね、またバイオ粒子を探したやつを探して、次の輪にはもう出てくるみたいな、急に海外からそのタイミングで帰ってくるわけですから、ヨーロッパから。っていうね、やっぱあのところやっぱみんな気になってると思うんだよ。あれはもう無理くりだよね、話もね、うん、現場騒然だったんじゃないですか。いや騒然騒然、もうこっちがもう一番びっくりしたから。あ、だって結局同じ事務所だから、はい、事務所の責任を取ってクビってことに可能性あるんですかねって言ったら、これだと3話ぐらいガーンと変わってるよ、プロデューサーとかね、脚本は大変だったと思う。正直あのお葬式のシーンとかってどんな吹き取ったんですか。2代目矢吹純が入ってきた。スミちゃんだってあれでしょ、お礼挽回しなきゃいけないじゃないですか。大変でした。いや半端じゃないと思うね、あのプレッシャーは。今回の動画はナベさんの提供でお送りいたしました。ナベさんありがとうございます。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。